こんにちは、トックラボへようこそ。今日はいつもと違いますでしょ、雰囲気が。そうなんですよ。今日はいつも埼玉で、浦和教室やってるんですけど、そこの場所で、この録画をしています。みんなで体ほぐして一日をすご健やかに過ごせるようにしていこうというようなストレッチしていきますね。じゃあ軽くこんな感じで普通に立ってください。伸縮性のある洋服でしたらもう何を着ててもできるから。で、軽く立ったらまずは肩一回グーッと上げて、ストーンと落とす。もう一度グーッと上げて、ストーンと落とす。グッと上げて、ストン。グッと上げて、ストン。グッと上げて、ストン。そしたらお耳ちょっと引っ張っておきます。この時肘がこうやって落ちていかないようにね、肘を開くように耳を引っ張ってみましょう。よいしょ、もう一度よいしょ、緩めてよいしょ、緩めてよいしょ。もうね、この肘からぐーっと耳引っ張っていく。4、3、伸びて伸びて、2、1、一番引っ張ったところでちょっとお耳回してあげてください。体温めときましょう。反対もよいしょ。ありがとうございました。さあ、少し体温まってきたから、これから腕ブーランブーランのエクササイズしていきますよ。ゆっくりと倒れていく。で、こうブラン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 、4、3、2、1のゆっくり起きてくる。で、これ腕の力が抜けてるの感じたら、お背中のこの場所ね、この場所感じて、ぐーっと寄せてきて、上腕骨頭がクククククっとこう下がっていけるように感じてください。またそこからロールダウン、つくつくつく、力抜いてブラン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 、4、3、2、1、またゆっくり戻ってきたら、ここカツッと入れてね、ここよ、ここここ、ここのラインカツッと入れて、ここここに戻ってきたの感じて、軽く回す。1、ゆっくりゆっくりパッてやらない。3、4、5、そしたらゆっくりと肘を曲げていきます。肩を、で、手のひらでこういう感じで持ってね、でぐーっとここストレッチしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今度は内側にも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対もぐぐぐ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。内側にも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら一回ブラブラで、グーパーグーパー、だんだん動きが出てきたんじゃないでしょうか。そしたら今度は肘曲げていきます。曲げたら軽く肩口タッチ。ここから腕頑張りません、肩頑張りませんよ。このラインストレッチ、ちょっとね、こうさすってあげながら伸ばしていきましょう。1、2、肩が痛い人無理しない。4、3、2、1。そしたらこちら側の手でキャッチしてきてください。もうこっちブラーンとしといて、で、そこからさらにね、この上に乗っかった手を押すぞーと思って伸ばしていきます。押すぞー、戻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 す。押す、戻したら手を外して、もう一回ブラーグーパーグーパー、反対も曲げていく。軽くタッチ、よいしょ、伸ばすぞ、よいしょ、伸ばすよ、よいしょ、伸ばす、よいしょ、伸ばす。最後に伸ばしたところでタッチ、ブラン、脱力。そこからさらに押す、押しながら伸ばす、はい、押して伸ばす、はい、押して伸ばす。最後に一回押す、よいしょ、はあ、もう一回グーパーグーパー。で、肩前からゆっくり
ストンといかないで、しっかり自分で意識して下ろす。ここのとこ感じて下ろす。この筋肉感じて下ろす。4、3、2、1、 OK。 そしたらこれぐらいお胸が開いたところで、今日も一日健やかにお過ごしください。それではまた次回の動画で。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。